ソケット、T ソケット、ACPU ソケットは大規模集積回路パッケージ用の IC ソケットで CPU 用のものである。数十数千接点で高い動作周波数でも動作する必要があるなどの特殊性はあるが基本的には CPU 以外の LSI 用の IC ソケットと何ら変わるものではない。しかし CPU とマザーボード間のインターフェースとしての電気的 論理的仕様も含んでソケット AM4 などといった名前で識別される場合もある。形状によっては CPU スロットなどもある。CPU 以外のプロセッサや CPU であっても組み込み向けの比較的小規模な製品。2015年以降のノートパソコン向けの製品などは直接ハンダ付けで実装することがほとんどあり、ソケットは使われない。2019年現在、 ほとんどのデスクトップ向けパーソナルコンピュータのマザーボードは CPU の選択にそれなりの自由度があることから CPU ソケットを使用している。CPU とソケット間のインターフェースにはインテルの CPU ではラントグリッドアレイを使用しており、このパッケージではピンはソケットの側に存在する。ピンは CPU パッケージ底面のパッド、またはランドと接触する。 AMD の CPU の場合は、ピングリッドアレイを使用しており、CPU パッケージ底面の短く硬いピンが、ソケットの穴にはまる。ゼロインサーションフォースソケットではほとんど抵抗なく、CPU を挿入することができる。確実に装着した後、レバーを倒して、ピンをしっかりと圧接、保持し、接点を確実に接触させる。2004年に、 LGA775 に切り替える前のインテルも、この PGA を使用していた。AMD でも、サーバーワークステーション向けの e p o k やアップタランでは、LGA を採用している。スロット1990年代後半に、多くの X86 プロセッサはソケットではなく、スロットに装着された。CPU スロットは拡張スロットに似た、シングルエッジのコネクタであり、 そこに CPU を搭載したプリント基板である CPU ユニットを挿入した。スロット型の CPU パッケージは2つの利点があった。CPU ユニットのプリント基板に集積回路を追加することにより L にキャッシュメモリを拡充できることと CPU の挿入、抜け、客が容易になることである。しかし、スロット型のパッケージは CPU とチップセットの間の配線長が長くなり、その長いプリントパターンに分布する、静電容量と電気抵抗が 500MHz を超えるクロックスピードにおいて無視できない、インピーダンスとして顕在化し、不適切なものとなった。CPU スロットは、AMD のソケット A とインテルのソケット370が導入されたことで使われることはなくなった。 名称の混同を例えば LGA775 パッケージを採用した CPU を接続する CPU ソケットの正しい名称はソケット T であるがしばしば LGA775 ソケットあるいは略して単に LGA775 と表記される。また LGA775 という語は口述する通りハードウェアプラットフォームの名称としても 拡大使用されている。これらのことから LGA775 とのみ表記されている場合は、それが CPU の形状を指すのか、マザーボードの構成部品を指すのか、コンピュータのハードウェア仕様を指すのか、文脈から判断しなければならない。以下は、もっぱら既存のハム用の IC ソケットが使われるマイクロプロセッサである。GIF ソケットではないものが多く、引き抜く際に、 適切な工具が必要になる。CPU ソケットに関する各種インターフェース仕様の一覧と解説である。3桁の数字を含んでい、デスクトップ、編集モバイル、編集サーバー、編集デスクトップ、編集ハイエンドデスクトップ、編集モバイル、編集サーバー、編集。ありがとうございます。